ソウルが失われました。まさか。ではやはり大いなる者の言葉は。大いなる者の警告などこれまでになかったことですよ。それにこの感覚は間違いありません。ソウルが私の中に入り込んでくるあの感覚、あれ気持ちいいよね。ですが先ほどの不快感、私の中から私の一部を奪おうとするかのようなあの感覚、ほんと気持ち悪い。今まさにこの時、世界の礎となるべく集められたソウルの一つが消滅しました。ではやはり例の者たちが。それ以外に誰がいるってのよ。あんたもっと頭働かせなさいよ。大いなる者のおっしゃる通りになりましたわね、兄様。うん、そうだね。いかがいたしましょう。私が出向いて。その役目、私にお任せください。任せてもらうっすよ。あんたたちなんかにできるの？ご安心を。必ずやお気に召す結果を出してご覧に入れますわ。見てのお楽しみっす。ま、好きにすればいいけど。大いなるものから面倒を見ろって言われたから、しょうがなくここに置いてあげてるんだから。そのこと忘れてないわよね。新しく加わった者たちの実力を測るには良い機会です。10です。今回はエトナに任せることにしましょう。かしこまりました。失敗したらエルマのところにいらっしゃい。たっぷりとお仕置きしてあげるから。では後ほど。新参者が。ああ、落ち着きなっても。百聞は一見にしかず。あの者たちの実力を推し量るにはちょうど良いだろうって。そういうこと。まずはお手並み拝見といきましょう。あちらさんは